で、ゲーム始まった後、ゲーム続行不可能と判断した場合ね、まあ、嵐、もしくは節を切れとかあったらもう配損するんで、そこだけはご了承お願いします。なんか追加質問ある方、準備完了外しておっしゃってください。じゃなさそうなので、ゲームはスタートしますね。楽しいゲームにしましょう。役職をお選びください。 選択しない場合余っている役職がランダムで振り分けられますあなたの役職は「共振者」です「夜が更けました」「人狼に気をつけてください」 が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ今日は怪しい人をついたいですね。黒い人、あのおかしい発言する人釣りいたいんで、オオカミはね、まあ怪しくなって黒くなってほしいですね。で相方がオオカミ釣ってね、村で全体で釣って。 相方が、まあ村、特に4番の白さんにビビって、し紙してくれればね、人縄で終わるんで、うん、そういう人狼殺求めてます。あのー、理想ですね、人縄が。うん。あのー、最終日まで行く人狼殺はね、そんなのものは一緒だと思ってません。うん。そんなものはね、勝ちじゃないんですね。負けに等しいです。うん。試合に勝っても勝負に勝たなきゃいけないんですね。 人縄で終わる人狼殺ってね、もう10勝の価値がある。うん。そういう1勝の方に価値があると思ってますね。なので人狼はね、もう黒くなってね、早くすられてください。じゃないと人縄で終わらせられ,られないんで。うん。5番のプレイヤーが発言します。あまあ4番に関しては人縄で終わるゲームを俺はやったことがない。うん。 意味のない発言だなと思っている。それが4番の黒い要素にはなり得ないと思ってるけど。っね、俺のまあ思考解説としては、例えばこう殴ってきたところを黒く見えるのはしょうがないけど、それは殴ってきたところが村でね、自分がおかしいこと言ってるのか殴ってきたのか、人外で自分に黒塗りしたいから殴ってるのかっていうのをしっかり精査した方がいいと思ってる。例えば占いの精査も超重要だから、占いの真偽。結構似てる。 理由も似てる。でも、そいつは自分を殴ってきてるっていう部分は、一回止まって考え直した方がいいと思ってる。はい、まあ、一番良くないのは、村同士の殴り合いだと思ってるから。まあ、あとは初日はね、まあ、黒いとこ、プラス SG1 を釣ろうかなと。SG1 っていうのは初日に釣っとかないと、黒出されてた時に助けられないから。以上。6番のプレイヤーが発言しますどうも、キム・マサオと申します。 4番何言ってるかわかんないです。村人です。よろしく。7番のプレイヤーが発言します。え、僕は村人です。えっと、4番に対しては、あ、聞こえるか。えっと、4番に対しては、えっと、5番さんが言う通りで、人縄で終わる。ちょっと別にこれ、は、なんて言うんだよ。剣道言ってるわけじゃないですけど、人縄で終わるゲームって楽しいんでしょうかね。果たして。本当になんか5番さんの言う通りに、 まあそこが黒っていうわけではないんですけど、ちょっとそこが、まあ言うことはないんで、まあこんくらいしか本当に、考察とかできないんで、そこら辺がちょっと疑問になった点です。以上です。番のプレイヤーが発言しますはい、お願いします。プライベート陣営です。費用ありません。まあ6番さんと7番さんは全然発言がまあ伸びてないので、 正直 s d c になりかねないのかなと思ってるし、6番さんに対してはもう、不正考察が一切なかったし、まあ、結構印象悪いですね、ぶっちゃけ。えっと、まあ、4番さん、その人などを終わらせるっていうのは、つまり、狼がまあ、狼を釣って、地上をするっていうことなんでしょうかね、も、ま、う、あ、ほぼほぼないと思ってるんでっていう感じかな。まあ、でも4番さんって、なんだろう、その、まあ、最速で終わらせてやるっていう意気込みがまあ、感じられたから、まあ、村感情ではあるのかなと思ってるけど、まあ、2周目かなと思ってますね。 まあ、5番さんに対しては、その4番さんへの、まあ、あの、指示というか、考察は、まあ、的確だったのではないかなと思いますけど、別に、色落ち化してるわけではないんで、っていう感じですかね。正直、まあ、6と7は印象悪いし、7番さんも6番さんあんまり気にならなかったのかなっていうところで、結構、この、まあ、6、7に対しては <laughs>、まあ、しっかり精査していきたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。 はい、九番村人です。えー、っと、まだ占い師出てないんで、うん、特に言わないんですけど、うん二周目頑張ります。えー、っと、まあ六番さんも、六番さんがちょっと何言ってるか、あれ、なわかちょっと何言ってるかわかんないって言ったんですけど、別に、まあ別に言わなくていい、いちいち言わなくていいかなと思います。はい。一番のプレイヤーが発言します。 はい、おはようございます。占い師です。占い師です。沢子お願いします。9番白。9番白です。えー、っとね、うーん、まあ4 5 6 7 9と触れていくんだけど、まあ4はまあ正直、えー、っと村感情っていうか、生存意欲がものすごく感じた。ただ人狼でもまあ言える、まああんだけ激しいこと言ってるから、まあ強靭っていう線ももちろんあるし、まあでも、 発言内容的に、まあえー、と 1, 週1人目だったからまだ分かんねえから2週目だな。で5番が4番に対して言ってたことはまあ分かるし、えー、と村同士の殴り合いが嫌だっていうところ。だから4、5に関してはまあ2週目、えー、5番はどっちかと印象い,いで6、7、8、9が結構悪くて、まあ、6、7はみんな。 まず村人仕用してるからね、えっ、ー、と、役内の透かしてるし、8、ま、万、あ、に関しても、まあ、6、7は怪しいとは言っていたんだけど、そこに対して触れることがなかったので、8も若干、うん、怪しいかなっていう風に思う。で、白崎の9万さんも発言伸びてなかったから、うん、村人、本当に村人だったらしっかりしてほしいなっていうところ。うん、記者の先輩。2番のプレイヤーが発言します。 まあなんか全体的に聞いてると、あ、1に関しては、まあ対抗出てからの精査でいいと思ってるし、なんか全体的に聞いてると、まあ色落ちねえかなって思ってるかな。まあ4番のその進行、人なりを終わらせるって人狼つって、えっと人狼地神ってことでしょ。まあそれってなかなか遭遇できないかなとは思ってるし、まあ5に関してはまあおかしいことは言ってないんじゃないかなとは思ってる。 6、7に関しては色落ちないっすね。発言自体が短いっす。まあ、それは9番。形の9番もそうなんだけど。え、感じっすかね。はい。盤面整えてからじゃないっすか。二上。3番のプレイヤーが発言します。 うんとね、4番さんっていうのはさ、なんか人狼だったら黒くなってほしいっていうふうに言ってたんだけど、それって自身が狂人でさ、ね、あの、黒いところを見つけたいっていう意気込みにも聞こえたかな。えっ、ー、と、5番っていうのは印象ないし、6番、7番もなん,なんかわけわかんないこと言ってんだけど、俺ごめん、とりあえず気になってるのってさ、今の時点で、 えまあ占い1人しか出てないんだけど、9番ってめっちゃ黒くないかと思ってんだよね。だから、9番が黒いと思って、1番っていう狂人が木を囲いに来たっていうのもあるかな。ちょっと、だから4番,と4番が狂人っぽいっていのと、9がローで、1が狂人で囲いに来たっていうのがちょっと終え,えてるかな、自分目線ま。まだね1番っていうのは1人しか出てきてないから、何とも言えないんだけど。 まあ、とりあえず、まあ、対抗出てきたからの精査でもいいと思うんだけど、役の動きに最後の2、3秒で振り切れてなかったしね、ごめん、釣り位置上げらんないけど怪しい。4のプレイヤーが発言します、うん、うん、そうですね。うん、まあ、さ番から釣りますね。わけわかんないんで。うん。精査が自分が強人か何かだから人に強人塗りしてるんでしょうかね。 で2回目で1しか出てないのに1番も怪しや9番も怪しいっていうのはど、どの目線で言ってんだろうなと思ってるから。まあまあ柄でいいですよ。グレーだったら67でしょうね。あのね。あの、このゲームね。本当の村人が村人って言うわけないゲームなんですよ。うん。狼が狼って言いますかと、同等レベルの話で。村人がわざわざ村人って言うわけないんですよ。このゲームとしては。 うん。村人が、村人を透かさないっていうゲームなんですよ、このゲーム。うん。その約束を守れない。そんな、そんなプレイしかできない人は、もう人外なんですよ。簡潔に言うと。うん。だからもう67グレーなんですよ。村人だとしても言わないゲームなんですよ、このゲーム。うん。言う人は人外なんですよ。5番のプレイはーい。 えっと、23に関しては、この出方だと、ほぼ進路だと思ってるから、まあ、1番の、あの、進行に合わせるけど、今日はグレーズリーでいいと思ってる。67どっちかでいいんじゃないかなと思って。8番に関しては、白い要素を拾ってる。8番っていうのは、4番に対して、その何、何勝ちたい意欲があるから、だから、4番っていうのは、村っぽく感じてる。 るっていう話をしてるから、多分、4、8はないと思うよ。2、3が進路に見えてるし、8番っていうのはかなりムラじゃないかなと思ってる。2、3進路だったら強靭値っていうのは、3番言った通り4番っていうのはあるのかもしれないけど、でも4番っていうのは3番に行くって言ってるから、ほぼ強靭値は否定されると思ってて。だからそうなると、3番の精査っていうのはかなり雑だと思ってるよ。 4番に対しても指摘し、5番に対しては印象がないっていう発言をしていて、多分この中で俺が一番喋ってると思ってる。だから3番が偽っぽいなと思ってて、その相方が67のどっちかかなと思ってる現状。うん。わかんない。もしかしたら今4番が3番を釣りをして、3の黒を見せたい人狼の可能性もあるけど、それよりも67っていうのは情報が落ちてないから6番なんか特に。 うん <laughs> まあ一番の進行に合わせるよ。霊能から行くんだったら霊能から釣るしグレーから行くんだったら俺は6七のランでいいと思って,てる。いやわかりません。番のプレイヤーが発言しますはいまあもう発言がなかったんで今日は6七のランでいいかなと思ってます、ね えっと、まあ難しいですけど。うん、5番さんが俺を、まあ、村で置いた理由っていうのが、4番さんの村勘定を拾っていたからって言ってたんですけど、なんでそれで俺が村になるんかがよく分かんなかったっていうとか、なんかちょっと若干、評価回収されてる気がしなくもなかったんですけど、まあただ6ならで、えっと、狼だったらマジで、なんだろう、もう、今って言っとかないと名は届かないっていうか、 うん、その占いに使うのももったいないと思ってるんで。うん、っていう感じですかね。別にで、なんだろう。うーん、まあ、霊能に関しては、どうなんですかね。神路か、新居か。まあ、今のところはまだ分かんないですね。うん、9番のプレイヤーが発言します。はい、えー、っと、まあ、6、7、 6、7ちゃ喋ってるんで、6、7で、あと3番さんあと3番さんがちょっと全然慣れてるか分かんないですけど、別に、売らないし、2人も売れてないし、うん、なんで俺をうのか全然分かんないですね。ああ俺がバカなのか分かんないですけど、3番さん全然分かんないです。1番のプレイヤーが発言しますはい、まあ、配送にするかどうかはね。 えっと、ホスト2番さんだったよね。2番さんの判断でお願いしますね。まあ、やると思って僕は考察を述べていきます。まあ、今日は接続切れ続いてる7番。ああ、戻ってきたのか。うん、まあ、でも7番かな、っていうふうに思ってました。 えと3番が確かに怪しく見える、強、え、靭、ー、の視点が多すぎるから、3番が怪しく見えるっていうのはものすごく分かるんだけど、ただ3番がもし強靭だったとして、えーとえー、1周目の最終盤でおそらく人狼強靭、えー、だったら占い出るんじゃないかなとか思ったりもするんだよね。うん、あそこ、霊能でうん一旦待って、霊能で出るメリットっていうのは、実際こうやって、えー、と平和村の盤面作るっていうのは3番ないかなと。 まああるとしたら、ちょっと変化球つけたい、狼、うん。まあでもそうか、5番は進路で見えてるから、3番狼で日進に見えてるんだよね。うん、まあだから、まあ、3番は怪しく見えるっちゃ見えるんだけど、まあ、それよりも6、7生きてる意味ないと思うから、うーん、まあ次の日占うところは、俺なりにはもう決めてるんだけど、うん、まあ今日は7番でいいんじゃないかな。 まあ、67の欄かな。六七の欄にしよう。LINE 見たりもできるかも、思うんで。まあ、発言飛ばしてるからね。あんまり意味ないと思うけどね。うん。まあ、記者は確実に俺を守ってください。うん。うん。変、えー、っと、裏書いて、えーっと、外すとかする必要はないです。しっかり僕が次オー見つけるっていうのをやるんでね。じゃあ、お願いします。2>, 2番のプレイヤーが発言します。 えっとね、3番に関しては、まあ、メンの方が高いかなと思ってる。で、普通に今日は6、7でいいし、普通に6からでいいんじゃないと思ってる。まあ、どっちでも、どっちでもいいんだけど、ね、どっちでもいいんだけど、別に6からでいいんじゃない ?7 が一瞬接続切りだけど、7からでもいいけど、まあ、どっちでもいいかなと思ってる。はい。で、まあ、5が言ってること自体はまっとうなんだけど、5番が仮に、 えっと、例の進路で見えてる場合って、多分例詰めからの方がいいんかなって、俺がご視点に立った時は思うぐらい。かなあと別に俺8番から白要素は拾えてないけど、その5番が8番白要素、白要素を拾えてるところが俺は理解ができなかったぐらいですかね。どっちは印象んではい6、7、はい。ただ、その8番の白要素がわからなかった のぐらいで5番は言ってること自体は全うかなただ普通に霊能からいいんじゃねって思ったっすけどね進路で見えてるんであればで正直正直な話5番しか発言伸びてないからまあわかんねえわ5番ばっかり振れてるけどはいど,かならどっちでもいいっしょはい人気とよりいいんじゃない以上3番のプレイヤーが発言しますうーんごめんなさい続けるんですかこれ 67ってだって発言飛ばしてるんじゃないですか。それあえてのムーブって捉えてんのホストさん。いや、ちょっと無理だな、俺これ。ど、同損したくないレベルだと思ってるんだけど。まあ、やるって言うんだったらしょうがない、やるけどさ。あの、5番さんっていうのはさ、この出方だと進路だって思えるって言ってたじゃないですか。だから多分、俺がすごい、あの、狂人を、 えー、探してるような風な発言してさ、4と1、9って叩いてきてるけど、もう現時点で、ね、1と9なんて叩くわけないじゃん。ね。9番ってのおかしいからね。で、1番が俺を偽世するのってのは、まあ、な納得はいくっちゃ行くけど、4番の巨人って結構透けてると思わないだって。狼探してるじゃん、どう考えたって。でもさ、 えー、ここで、えー、3、人で3、人行くって言ってるのって、えーえー、5番、3目線4の狂人を否定できるかなとは言ってるんだけども、明らかに俺が死んだから、えー、釣り殺そうとしてるわけでしょ。でも、どう考えても、この盤面は1、2番目、グレーから行く盤面でしょ。本当は士さんが、えーまあ、ちゃんと、ね、出てきてほしいんだけどもね、でも6、7で、えー、ランテージを1番、3にもされてるってことは、6、7に士はいないんでしょ。 で、対抗の2番さんも67を言、えー、ってることから、67に相方はいないと思ってる。俺ね、4は強人でもロックしちゃってるから、2はローで、えー、ロックしてる。ローから6、67には行きたくないんだけどもね、本当は。まあ、行くんだったら7番かなって思うけど。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください。どうに立てなくてすいませんでした。やっぱり難しいんで、僕ももっと勉強してから電直してきます。はい、これからが皆さん頑張ってください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 昨夜は1名の方が亡くなりました9番1番のプレイヤーが発言します。 はい。5番さん白でした。申し訳ないです。7番が2人とも白ね。角白ね。はい。把握しました。うーん。角白か。俺27のラインって結構見えたんだけどな。2があからさまに7を変わっていくっていうところから、27あるかなと思ったけど、7が確定白だとしたら、うん。ちょっとわかんなくなってきたかなっていうふうに思いますね。うーん。まあ次俺噛まれちゃうんで、 えともう仕事はできないんだけど、仕事ができないなりに、ここを確実に狼釣っとおかないと、強人が残ってた時に PP だから、うん、むずいなぁ、こうなってしまうと、6番の発言も伸びてないし、ってなると、4、6、8に確実に一陣路いて、まあ、2、3が新境だったら、1匹、2匹か。うーん、うーん、 まあ、狭められたのは良かったんだけど、ちょっとむずいね。3番のさっきの発言で、67からは行きたくないっていう発言があったから、まあ3番が、えっ、ー、と、狼だとしたら36とかはある。で、逆に2番っていうのは、7番じゃなくて6番を押してたところから、まあ、昨日の発言からしたら、23の審議は2が真に俺は結構傾いているんだけどね。うん。まあ3番の発言。 うん初日の強人の振り巻き方もちょっと分かんなかったし、3番かなって俺は思うけど、まあ発言聞いて決めますわ。5番さんの意見をもええ決めます。5番さんお願いします。いや別に、あのー、7番を押してるとかじゃなくて、67はどっちでもいいって思っただけよ、はい。だから別に早い番号の6番行っただけですよ、はい。色見えないでしょ。だって67に関して。 で、一番自身も多分占いたくもないと思ったよ。67に関して。だから67潰していいんじゃないって言ったら、はい。別に6から移行が7回以降はがどっちもよかったですよ、俺は、はいあ。今日は3番行ってね。はい、3番行ってください。はい、3楼起点考えたときに、えー、3、4、3、8になるんで、はい。いや、3強靭目で3強靭の4、8、ローとか俺ねえと思ってるから。ないと思ってるんで。はい、今日は確実に3番行ってください。 ぐらいかなあとはまあ一番たぶんまれると思うからあとは48精査しっかりします。はい。以上。てかもうそれ以外言うことねえかな。あ、6もあるんか。6もあるんか。ちょっと待ってよ。6もあるんか。6もあるんか。ああまあ468精査しますね。はい、今日3番いってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。 ほらね、噛まれない前提、すられない前提で2番さんって言ってるじゃん。絶対ローだって。4番強靭で、2番がもう67押してることから2、28ローローで提示する。1番さん、まあ6番占ってもいいと思ったんだけども、まあ、5番っていうところって結構だっこ素敵だったから、<laughs> ここで隠し色作れたのはすごい大きいと思うよ。でもここって、 えっと、例の決め打ちなのもう一回グレーから言ってもいいんじゃないのかなと思うんだけど。だって白しか落ちてないんだよ。ねえ。えー、っと、7番っていうのと5番っていうのと。で、1番さんってここで騎士を出さないんだね。だって仮にさあね、えー、っと、グレー行ったとして6番さんが騎士だったらどうしてたのって7番も騎士だったらどうしてたのと言いたかったかな ?1 番さんにはね。もうちょっとしっかりしてって。で、あと俺釣つったらあなた先般ですからね。 負け確定ですから確実に心霊能を釣って新占い師が。だから言ってんの俺は。うん本当にさ、そもそも昨日の時点でやる気失せてんだけどね。って言ったらヒロちゃんにお前釣りだよとかって言われるかもしれないけど。<laughs> うーん。うーん、まあ、二四郎郎ロってのもあるかなと思ってるよ。うん。今日ブーブーした人狼みたいな。占い師に明らかに えー、入ろうとして占われたくないっていう、えー、人狼みたいなそれ言ったらまあ6番も同じなんだけどもでも俺はもう4強陣でロックしてるのと2番っていうのは67押してたからないなって思って28かなと思ってるよ2番へ今日は村ももうダントツの陣外の3番いきます はい。3番視点、2番が人外なのに、グレー行くという素晴らしいチン発言してますし、もう三2位決め打ちでいいんじゃないかっていうレベルですね。あのね、村はね、やる気あるんですよ。私も村なんで。はい。あいつもなんかちゃんと打つわけないんですよ。こんなの打つの人外なんですよ。確率的に。うん。あとね、1しか出てないのあなたはね、芯がないんですよ。1周目から。誰がどう見ても。 1>, 1しか出てないのに1を2世死するわ。9も4も疑うわ。で、俺がローを探してるっていうか、どこに私がローを探してるんですかあなた自身がローだから狂人探してますよね。あからさまに。4番、9番を狂人だと言って探してる風にな狼にしか見えないので、悪、ま、い、あ、んですけどね。私、村なんでね。1番さんには同意して、僕はもう3番行きます。 私が陣内だったら2番行くでしょ。うん、無理っくり、何、何癖つけて。うん、だって2、3比較したら3番が黒いんだもん。うん、グレー行くっていうわけのわからないかも。あなたして2番じゃないのうん、2番じゃなくてなんでグレー行くって言ってるのだろうか。不思議で不思議で。うん。え、僕らがグレー行くとかならまだね、グレーの人がグレー行くのはわかるけど、どうして太鼓を0のがいいの、に太鼓を0の押せないんだろうっていうのと、標準探しすぎ。う、ね、ん、一人だけ。うん。 もうこれ、新レイノじゃないでしょ。1番しか出てないので、1番歌が。もうとてもじゃないけど、新は追えないです。3番いきます。5番のプレイヤーが発言しますはい。まあ今日は3番でいいんじゃないですか。3番の新要素っていや本当に拾えなくて、あの、ラス1じゃん。ラス1にもかかわらず、1球を殴っていて、で、昨日に関しては67っていうのが発言がないから、67のランっていうのは普通に全く 普通のことだから、それを3番は67を行きたくないと言って、行くなら7番かなっていう発言を残したから、3が狼起点だったら6番かなと思って6番に投票した。ただ3番の色が重要だと思って、これで仮に2が偽で、まあ、p p 起きたりなんだりしたらもうそれはしょうがないと思ってて、まあ、仮に3番が強人だったら48かなと思って。 まあ理由としては4番っていうのはグレーの制裁を一切行わないし、8番に関しては昨日俺は8番を白、白置きしたんだよ。まあ2番もわからないって言ったけど、8番って4番の白要素を拾おうとした人間で、狼だったらこの盤面で4番の白要素を拾う人間っていないと思ってるから、だから8番は普通に白いなと思ったけど、8番自身の考察で5番が8番を白弾きしたのがわからないっていう話があって、 じゃああなたして4番はどう見えたの ?2 周目って思ったから。うん。まあ現状二を新軸の話をするよ。二を新軸、3番がオカミだった場合っていうのは全方向にあると思ってる。ただ3番が狂人だった場合っていうのは48かなと思ってる。<laughs> うん。はい、3番いきます。6番のプレイヤーが発言しま,すまあ、あの、皆さん一生懸命発言されてたんでね。 まあなんかみんな3番を知るんでなんかよくわかんないですけど3番入れます8番のプレイヤーが発言しますはいまあ5番さんの発言よくわかんないなと思いましたね2番さんもまあ俺が5番さんに対してのその精査がよくわかんないって言っていてで2番さんもその5番さんの精査が同様によくわかんないって言ってるにもかかわらず5番さんっていうのは2番さんを死んで思うんですか 5番さんの発言自体から、すごい矛盾が生じてるなと僕は感じてしまったんで、まあ、ぶっちゃけ5番さんが強人っていうのも全然あんのかなと思っちゃったかな。で、えっと、まあ、この場合って、まあ、4と6で、えっと、まあ、23が進路で俺は見ていて、どっちかが狼だなっていう、4、6で23進教ってあんまりないと思ってるし、5番さんの今の発言から、別に、その、俺が4番さんの村勘定を拾ったところで、なんで俺が白になるんですかっていうところは、俺はマっトなツッコミだったとは自分では思ってるんですけどね。 まあだから、ぶっちゃけ、えっと、なんだろう,う。まあ、そうっすね。どうなんだろうね。別に2番さんの発言で、2番の発言、別に3番さんの強人を追った視線っていうのが、まあ、確かに強人ムーブっていうか、人外要素っていう意見もあるけど、ぶっちゃけ僕はわかんない。まだ。 別に、だから、2番さんからも、新要素が拾えてるわけではないっていう感じなんで、ぶっちゃけ。ああどうなんかな。ああここの精査見ったら終わるけど。まあ、4が狼だった場合って、2つ繋がるのかなと思ってるから、ただ、どうなんだろうね。ラインギ切りの線も全然終えるから。まあ、えっと、しっかり考えて。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。 あのさホストに言うんだけど67がああいう、えー、わざとのムーブを取ったってわけじゃないでしょだから俺は真面目に、えー、ゲームをやりたいから配送希望って言ったのボタンを押すっていう声はホストの仕事だと思って。 やる気がなくなってるわけ、こっちは。それを言ってんの。ねえ。別にいいんだけどさ、俺、心霊能だから。<laughs> 何をと、うん。4番っていうのは、俺の新助が、えー、してるから、えー、3に入れてるんだよ。グレーから行くっていうのも、別に、一、え、つ、ー、の提示として言ってるだけであって、俺は2へ行くっていうふうにも言ってるんですけど、 人外さん。ねえ。大丈夫本当に。まあ、しょうがないね。24っていう人外に収まれてんのさ発言ねじ曲げられちゃうよね。4番以降の人たちもさに俺の発言が薄れちゃうよね。ソリアさん。だからね、そもそもで、ね、やる気がなくなってるわけ。ねえ。ホストとしてどうかと思うけど。もう、敗産をばよかったのじゃ あちなみに67は相方じゃないからね、俺の。8番白いと思ったから26かな ?8 番さんなんかちょっと、うん、評価してるっていうわけでもないから、26かなか24かうん。って感じだと思うよ。もう太鼓はローで置いてるから。じゃあ俺っつったら2いってくれ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。12番のプレイヤーが発言します。サンクロス。まあ、濃いのは38かなと思ってる。ただ、あの盤面で3番8番で8番が3。投票行くのかな？っていうのも若干思ってるかな。8番の精査って、まあ、特段。 あ,あ、3、8番、岸ね。オッケーオッケー。じゃあ、4、6で終わりっすね。4、6で。折りして。もう、8に任せるよ。8に任せるよ。はい。6つって4、4つって6、どっちでもいいっす。はい。八角なんで。八角なんで。はい。8に任せるよ。もう、折りしはそれしかないから。6つって4、4つって6、どっちでもいいっす。はい。八角なんで。以上。決めてほしいな。四番。 のプレイヤーが発言します蒸らして無理でしょ。2番だよ。2番釣って、5番が決めてもらえばいいじゃん。うん、それだけじゃん。2番いって。うん、3白だったらまだ信じたんだけどね。3黒だとね。3黒と3黒わかんねえね。6になるってことええー、って感じがするんだけど。3、6ってなんか合わなそうな気がするんだけど。 うんだから2番のローも出てきたから、ここ釣って、5番に決めてもらったら、5番が強人じゃなかったらいいわけだから。発言内容聞くと強人じゃないと思うから、2番釣って、5番が4、6精査したら、なんとか最終発言するけど、まあ、8が本当に新騎士だったら、 二六、えー、順番的には二番つって六じゃないとあの負けることになるから二番今日は五番のプレイヤーが発言します。二番いって狂人がいたら負けじゃん。二番代わりは三しろ打てよマジでよ。普通に考えたら。 ええー、8番、本当にめちゃくちゃ昨日黒かったけど。乗っ取れるかなぁ。6番行くか、とりあえず。6番行こう。24っていうのは切れてるし、2番は6に、初日に行ってるから、26もない。だから2番の相方っていないんだよ。 うん。まあ、6以降、6。それでまあ、負けたらしゃーないんじゃないだって、5、6っていうのはほぼ発言ない状態なんだ。はい、6いきます。6番、のプレイヤーが発言します。あーさあさ、もうさあ、番。何やってんだよ、マジで。自分人ロスね。何やってんだよ、もう。番、のプレイヤーが発言します。 面白い考察をするね、6番さんは。あのさ、マジで3番、<や>3番6番で何やってんの、えっと、3番さん、2番さん、決め打ったんだったら、6番さんに行ったらいいんじゃないですか。もう6番さんがリアキでも何でももう仕方ないと思ってます負けたら、はい、6枚行きます。 で、えっと、まあ、2番さんの黒いよって、俺の乗っ取りでるわってけ、ね、二番さんの死んでお落ちないけど、今も、でももう8日、3日も落何やってんの、6番で。て日、えっと、今残ってた場合、BP だし、4番、なんで、4番さんの巨人目が出てきたからと思ってるから、もう今日6に行ってますね。 全プレイヤーの発言が終了しましたあのさ、何考えてるで、ワ人狼 CO すんの、こいつ。いやる気ねえならやってんじゃねえよ、始めっからよ。マジでやる気ねえんだったらやってんじゃねえよ、人狼 CO はないだろうよ、まずよ。3、6かよ、それとも。どっちでもいいけど、何考えてんの、6番も。 ゲームしねえならよ、3番が36ですとか言って配送すればいいだろ、嵐がいるから。6番の遺言を発表してください。まあね、正直、もう、眠いんでね。言っちゃいましたわ。ごめんな。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4位って終わりです。で、6番って狂人でしょう。もうつられに来てる。動きしてっからはい。6番狂人436以上はい4番いってください。4番のプレイヤーが発言します。いやいや、いや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 バレちゃいましたね。 3,4か4,6でしたね。人狼は。どっちかはまあ答え見て、まあ5番さん推理してください。もう諦めます。俺人狼でしたね。いやいや、粘ったんだけどね。1番の占い位置から外れるように。でもね、もう2番が死にすぎてもう無理だわ。勝てねえわ。あのね、63ね、ともに黒いだろ。俺もうどうしようもねえわ。こんなもう6と3どっちかなんだけど。うん。 ほんなら相方だぜ、ね、おい。俺の気持ち考えてくれ。もう無理に決まってんだろ、6問3問。苦労すぎだよ、2人とも。まあ、どっちかが人道の相方なんだけど、もうちょっと勝てないから。そうじゃないけど、あの、2番を釣り寄せる話術ないから。うん。3番か6番に相方がいました。はい。4か4、6、4でした。なので、もうちょっとすみません。もう、狂人さんは悪いんだけど、もう無理よ。 諦めますんで、自投票します。以上です。5番のプレイヤーが発言しますはーい。まあ、4番いきますよ。2番のいことがいないんだもんだって。2>, 2, だよ2番って、まあ、6番に初日ライン切りをしてたっていうのはあるかもしれないけど。2, 2だよ。 だから6番六6で釣られたら2、3を目指して終わられるっていうか、3番が黒。俺して、俺入れてくれれば勝ちだから、2番でいいんだよ、ね。全然6の黒っていうのは見わかるから、もう二三が、例えば6。だから6入れとけばよかったのにみんな村上初日。ね、俺がね、強靭でミスリードしてね、うん、入れてあげてたのにね。うん こんなたらぼたの試合。6番に関しては知らんわ、もう。そんなにグレー1じゃないし、精査しねえわ、もう。6番なろうなの何なんのか。あ投票が終了しました。 追放されるプレイヤーはゲーム終了。人狼陣営の勝利です。いや、まあ,あでも PP だったんじゃん。そうここです。俺人狼だからさ、なんか敗損するのもなんか逃げてる。